こんにちは、藤井です先日、アップスーモでのタスクマジックの販売が終了しました。で、多くの方から再販の問い合わせをいただいてます。実際、ブログの方でも、えー、このようなコメントをいただいていて、えー、YouTube を拝見しましたが、本業が忙しくて、えー、再度アップスーモを確認したところ、えー、売り切れとなってました。今後、えー、購入することはできないのでしょうかという、このような質問やリクエスト。 メールやででもいいくつかいただいてますでそこで私の方でこの質問をいただいてからこちらのタスクマジックの公式サポートに再販売の予定を確認しましたで結果今回限られた時間だけアップーまで販売されていた金額と同じ価格で Tier4 を購入できるようになりましたでこちらもですね通常月額19ドルかかるアドオンも無料で入手できます なので、アップ数まで購入をし忘れた方は、今回期間限定で入手することができるので、ぜひこちらをご利用ください。で、この動画下の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。ただだこのプランに一つだけ注意点があって こちら、アップスーモの Tier4 と同じ価格と同じ内容で入手することはできるんですが、この販売に関しては、アップスーモでなくて、タスクマジック公式での販売となります。極めて限定的なオファーですので、気が変わった場合の返金保証については受けられないというところ、この点だけ確認をしておいてください。で、購入方法がわからない方のために、購入方法をご案内しますね。 この動画の説明欄にリンクを設置していますので、そちらのリンクをクリックしてください。リンクを開くとこちらのページが開きます。期間限定の Tier4 を購入できるページですね。この下にリンクがありますね。ボタンがあるので、こちらをクリックすると、 自動動的に支払いページへと移動しますこちらですねもしもページが開かない場合はこちらのリンクをクリックしてくださいリンクをクリックするとそうするとこのようにストライプによって作られた支払いページが開きますでこのように日本語で表記されているんですが日本のクレジットカードも全く問題なく使用することができますでまたその、まあ、例えば海外サイトで購入するのが怖いという不安を持っていらっしゃる方もいると思うんですがこのようにストライプによって作られているので安心をしてくださいでストライプはですね日本の えー、数多くの、えー、企業でも使われている、えー、大手決済代行サービスですねもう皆さんが知っているような名前が並んでると思うんですがアマゾン、グーグル日経とかいろんな、えー、サイトに対応しているというところでなのでこれによって支払いがサポートされているので安心をしてくださいで米ドルで表記されてるんですがクレジットカード日本のクレジットカードでも問題なく支払うことができます さらにもう一つ料金について補足をしようと思いますでこちらですねまず確認をいただきたいんですがタスクマジックの通常料金がこのようになってます1回払い、買い切りでこのような3つの料金プランが並んでますねで通常ご存知の方も多いと思うんですが RPA ってものは高額なんですよねでそれらと比較をするとタスクマジックはかなりコスパが高いと思いますで例えば 実際に RPA の料金と Google 検索をするとこのような結果が現れますね。で、例えば一般的な平均的な RPA でも初期費用がかかりますね。通常50万とか100万とか30万とか、こういった初期費用とは別にさらに毎月5万円。 あるいいは月額30万とかかかこうっった料金がかかってきますでさらにこの他にもコンサルティング費用や導入費用であったりとかであとは例えばフル機能で1年間で90万8000円といったこういった RPA がほとんどの中でタスクマジックはこういった料金プランですね一番安いプランで199ドルですでこれは今の米ドルと日本円のレートだと 199ドルは 29, 円ぐらいですねで他のプランも確認してみるとグロースプランで399ドルこれが59,000円ぐらいですねデンタープライズの一番高額なプランで、えー、大体88,600円ぐらいですね。 1> 1ドル円の場合で計算するとだからこれを他の RPA の年間ライセンス料金や導入コンサルティング料金と比較するとかなり魅力的な価格だということが分かると思うんですで一般的な RPA の価格については先ほどご覧いただいたように年間のライセンス料金や月額料金また導入コンサルティング料金として数十万から数百万かかってきたりとかあとは運用と補修料金でこれも様々ですが年間数十万以上かかってきたりしますだから 一般的な RPA が年間100万円かかると仮定した場合、こちらのタスクマジックのエンタープライズプランの一番高額なプランでも8万8600円で、比較をすると、一般的な RPA の約1割未満の金額ですね、8.9%の価格で入手できる、つまりタスクマジックを利用することで約、約91.1%のコストカットにつながるということですね。 かなりコスパがいいということで、ぜひご検討いただきたいんですが、さらに今回、こちらの期間限定のオファーに関してはですね、さらに安く入手することができると。で、今回は TR4 で499ドル、だから日本円で7万3800円ぐらいですかね、で入手できます。で、先ほどご覧いただいたようなこちらのエンタープライズプランの8万8600円よりもさらに安いという計算になりますね。で、さらに今回の期間限定のオファーに関しては、 通常、月額19ドルかかるザピアや Webhook、あとは p u b l i ー g o o g l e リガーといった連携が可能な有料アドオンも無料でついてきます。で月額19ドル通常は別で支払わなくちゃいけないんですが、年間でだいたい3万3800円ぐらいですかね。1年間で3万3800円ぐらいかかるアドオンが無料でついてくるということです。なので、これらを計算して考えると、 通常の RPA の91.1%のコストカットに加えて、さらに通常のタスクマジックのよりも、だいたい4万7544円の割引価格で入手ができるということですね。なので、ぜひ今回ご検討いただければと思いますで。あとはですね、タスクマジックで複雑な自動化を作成しようとして悩んでいる方からもお問い合わせをいただいてます。えー、こちらですね、このようにタスクマジックの自動化のフローを作るのを手伝ってくれないかということで、えー 実際にリクエストもいただいているんですが、もしもリクエストは他にも何件かあれば、できる限り手軽にご利用いただける支援サービスを用意する予定です。で、この場合もお気軽にお申し付けください。えー、ぜひ検討いたしますので、えー、ぜひお申し付けいただければと思います。ということで、今回は、えー、タスクマジックの期間限定のオファーのご紹介でした。で、次回も皆さんの、えー、ビジネスをサポートする情報やツールについてお届けをしていくので、えー、どうぞよろしくお願いします。では、失礼いたします。